グロウラー。グロウラーは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻。艦名は、オークチバスの通称にちなむ。同盟のアメリカ軍艦、アセス・グラウラーとしては三代目。グロウラーは、ガトウ級潜水艦の中でも初期に寄港された一隻である。1941年2月に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボートシドックにおいて寄港され。 1941年11月2日に、ロバート・エル・ゴーム・レープ人によって、命名、浸水。1942年3月20日に、艦長ハワード・ W ・ギルモア少佐、アナポリス1926年組の指揮下収益する。グロウラーは収益直後に、ミッドウェイ海戦に参加し、オアフ島近海で紹介した。6月20日、グロウラーは最初の紹介で、 アリューシャン列島方面に向かった。ミッドウェイ島で、給油の後、キスカ島の周辺海域で紹介を開始する。7月5日、未明、グロムラーワのキスカ島沖で召喚隊と遭遇する。この召喚隊は、陸戦隊を乗せた特設運送船アルゼンチナ丸、大阪商船、12,755トンと、水上規模艦チエウダを護衛した後、 獣人で可白していた第十八駆逐隊の駆逐艦、あられ、霞、白縫いであり、檻からの濃霧のため、闘病位置が予定と大幅に異なって湾外に位置していた。グロウラーはまず先頭と二番艦に魚雷を一本ずつ発射し、そして三番艦に魚雷二本を発射した。三番艦に向けて発射した魚雷は、一本目は外れたものの二本目が前。 帆柱下に命中するのを確認した。魚雷発射艦を吹き飛ばされたあられは、手法で反撃を試みたが、逆にもう一本魚雷を撃ち込まれ、船体を V 字に折られて沈没。霞は、艦首一番砲塔下に命中、浸水と大火災が発生し艦首が右に、屈曲沈下し、即時の自力航行や栄光が不可能なほど大破。も、第一にみなりし、第一。 第2官室が浸水した上、五官班も屈曲しこれまた即時の自力航行や栄光が不可能なほど大破した。両官とも復旧までに1年今日も費やす結果となり、第18駆逐隊司令が責任を取って自決する羽目、取った。グロウラーは大した反撃すら受けることなく、紹介を続けた。2日後の7月7日には、キスカ島、マッカーサーリーフ周辺を紹介中に、 この海域を警戒中の駆逐艦若葉と初春による爆雷攻撃を受けが被害はなかった。7月17日、グロウラーは27日間の行動を終えて新珠湾に帰島した。8月5日、グロウラーは2回目の紹介で東、シナ海方面に向かった。8月21日に台湾近海の紹介海域に到着し、 二日後の八月二十三日夜にはの地点で輸送船キクズキ丸南日本機船1266トンに対して浮上攻撃により魚雷を二本発射するも魚雷はキクズキ丸の下を通過したためグロウラーはさらに攻撃しようとしたがキクズキ丸は反撃しつつ巧みに浅瀬の方に逃げて振り切った。八月二十五日朝グロウラーはの地点で漁船団の真っただ中から 陸軍に輸送船ミ池ケマル、日本郵船、一万千七百三十八トンに、対して、巨雷を三本発射したが、これも命中しなかった。グロウラーは三時間もの間、爆雷の脅威にさらされた。グロウラーは、爆雷攻撃が止むと浮上し、今度は五隻の輸送船と一隻の護衛艦からなる、輸送船団を発見して、攻撃態勢に移ったが、十三発の爆雷を、投下され、 この輸送船団への攻撃は失敗に終わった。間を入れず、グロウラーはの高尾東大210同沖の地点で、ミ池ケマルが来撃を受けた報告により、対戦相当中を行っていた特設砲艦千丸東洋機船2904とに対して、巨雷を3本発射し、うち1本を命中させて撃沈した。グロウラーは再び爆雷攻撃を受けたが、この攻撃も何とかしのいだ。 その後3日間の間に、それ以上の獲物がなかったため、グロウグラーは台湾東部に進路を向けた。8月30日夜にはの地点で7千トン内市8千トン級輸送船を発見し魚雷を3本発射したが、命中した様子はなかった。8月31日未明、グロウグラーはのキー・ルン港北東海面不等各沖で、輸送船、A 福丸、山下汽船、 5867トンを発見して、魚雷を2本発射、1本が命中して、A 福丸は、船体が2つに割れて沈没した。9月4日未明には漂流しているサンパンを発見し、浮上して3インチ砲弾を6発撃ち込んで始末した。その約3時間後、の方計諸近海で、五福島型不接艦があるいは、タンカーと推定される大型艦船を発見し、 まず魚雷を2本発射して2本とも命中させる。ついで魚雷を1本発射するがこれは、外れ、さらに1本発射して命中させ、特務艦カシノは2分で沈没した。カシノ沈没の方は2日後の9月6日夜になって、知れ渡り、これに伴って対戦相当が繰り広げられたが、グロウラーはその感激を塗って9月7日夕刻に、いたり、 の復帰各70度の沖合で輸送船大花丸、東亜海運2204トンを発見して、魚雷を2本発射し、1本を船橋下に命中させて撃沈した。年下諸近海で対戦相当部隊らしき艦船を見た後、グロウラーは9月15日に紹介海,海域を去った。木とにも9月16日にの地点で1隻の空母と2隻の駆逐艦を 9月18日にはの地点で、病院船ひかわま日本郵船、11,622トンをそれぞれ発見した。9月30日、グロウラーは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。10月23日、グロウラーは3回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。ガダルカナル島の戦いなど、 ソロモン方面の戦闘が激化しつつあり、グロウラーは交通車断とトラック諸島に出入りする艦隊艦視、トラックとラバウル間の交通路の紹介のための増援として送り込まれた。しかし、カビエン近海などで駆逐艦など8つの目標を確認するも、この紹介では魚雷を発射する機会は一度もなかった。12月10日、グロウラーは49日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。 1943年1月1日、グロウラーは4回目の紹介でソロモン諸島方面に向かった。前回同様、トラックとラバウル間の交通路の監視に従事。1月16日朝、グロウラーはの地点でラバウルからパラオに向かう8隻の輸送船と1隻の朝潮型地区逐間からなる輸送船団を発見。 戦闘の輸送船に向けて、魚雷を2本発射して1本が命中し、この攻撃により陸軍輸送船、佐藤市福丸、海洋汽船、5857トンは、船尾から沈没していった。駆逐艦と航空機、小海底の目から逃れた、グロウラーは、ニューアイルランド島港海面に進路を向けた。1月下旬からは、カビエン近海、エミラウ島、 無双島方面で紹介を行う。1月30日夕国には、の無双島近海で6500トン級輸送船を発見し、魚雷をまず3本発射するがすべて外れ、続いて、魚雷を1本発射して輸送船の選手部に命中させた。翌日、グロウラーは再び敵艦を発見し攻撃したが、発射された魚雷は2本とも、グロウラーの方へ戻ってきた。だが、 グロウラーは、過労死じてそれを回避した。2月5日未明にもステフェン海峡近海で2隻の大型船を発見するが、相手は高速で航行している上に、爆雷攻撃で対抗し、グロウラーは、ガスケット部などに損傷があった。夜に、病院船を見届けた後、グロウラーはの方角に移動するが、2月6日夜に、新しい任務に就くよう指令が入り、グロウラーは17ノットの速力で、 新しいエリアに向かった。2月7日未明、グログラーはの地点で蓄電池の充電を行っていた。その時、一席の艦船が接近してきた。艦船との距離は約2000ヤード、約1800メートルで、深度は130度の方角であろうと判断される。この艦船は特務艦早崎であり、横須賀からラバウルに向けて、ただ一席で航行中であった。 グロウラーの方が先に早崎を発見し、その行動をレーダーにより察知していたものの、環境にいた、ギルモア艦長以下の当直ミハリンは気づくのが遅れた。グロウラーは体当たりを機として反転し、全速力で、グロウラーめがけて突入してきた、早崎を避けるために、ギルモア艦長はとっさに、鳥かじいっぱいを加齢したものの、17ノットの速力が出ていた、グロウラーは早崎の中央部に衝突。 グロウラーの艦首は5メートルにわたって湾曲し、衝突の衝撃により50度も倒れた。早崎からは、広角砲と機銃が乱射された。艦橋は、地の海とか死闘直見張り委員の内将校と水兵の、計2名が即死し、残りも全員負傷した。ギルモア艦長は、深手の傷を追い艦橋の手すりにかろうじて寄りかかった。ギルモア艦長は、グロウラーを救うために、 他の負傷したミハリーンを即座に艦内に入るよう命令し、自身も入ろうとしたところでさらに撃たれて負傷した。ついに身体極まったギルモア艦長は艦内の乗組員に聞こえるようにテイクハーダウンと命令しつつハッチを外側から締め、ギルモア艦長は数と環境に重傷の身を横たえて絶命した。戦死したギルモア艦長には名誉勲章が授与された。これは 潜水艦部隊に対する将兵へのものとしては6、霊中最初の受賞であった。ギルモア艦長の戦死後、アーノルドカイシャーで少佐、アナポリス1933年組が艦長心得となり、2月8日に紹介の中止を報告。2月17日に49日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。修理の際、 艦首に2頭のカンガルーのデコレーションが付けられたので、グロウラーにはカンガルーエクスプレス、カンガルーエクスプスという愛称が付けられた。グロウラーは衝突で早崎も撃沈したと判断していた。5月14日、グロウラーは5回目の紹介でソロモン諸島方面に向かった。6月19日朝、グロウラーはのアドメラルティ諸島ロスネグロス島、北方海域でパラオからラバウルに向かう。 P614 戦団を発見。近くにいたグリーンリングと連携して P614 戦団を追跡し、午後に入って戦闘の大型輸送船に対して魚雷を4本、2番目の中型輸送船に対して魚雷を2本それぞれ発射。魚雷は陸軍輸送船宮殿丸、竜巻船5193トンに2本命中し、航行不能に陥った宮殿丸は、 攻撃により処分された。6月30日、グロウラーは48日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。7月21日、グロウラーは6回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。8月2日朝の地点で1500トン級武装とトロール船を発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかった。この紹介では、この時以外に攻撃機会はなかった。 9月12日、グロウラーは53日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。10月4日、グロウラーは7回目の紹介で、ソロモン諸島、ビスマルク諸島方面に向かった。10月17日にはの地点で2隻の5000トン輸送船と、朝塩型区地区間からなる輸送船団を発見するが、目標と約6000ヤード、約5.5キロ離れていたので攻撃しなかった。 そのまま戦乱を観測を続けていると霊式、水上観測機が飛来してくるのが見えたが、やがて遊軍機の攻撃により霊式水上観測機が爆発するのが見えた。その後も順調に紹介を行っていたが、10月26日、グロウラーの主電動機と蓄電池が損壊し、出力しなくなった。応急修理は断念され紹介は打ち切られ、翌27日に、 真珠湾に進路を向けた。11月7日、グロウラーは35日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。ハンターズポイント海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入った。1944年2月21日、グロウラーは8回目の紹介で、東、シナ海に向かった。ミッドウェイ島で、給油の後に紹介海域に進路を向けたが、 台風の影響により到着が一週間遅れた。また、紹介海,海域においてもしばしは戦望強観測が不可能なほどの悪天候に悩まされた。それでも3月22日にはの地点で2隻の輸送船を発見し、輸送船定随丸元ドイツ船モーゼル大道海を委託、8428トンに対して 魚雷を4本発射して1本が命中したと判断されたが、実際には回避された。4月10日には、の地点で250トン休館指定を撃沈した。4月17日、グロウラーは55日間の行動を終えて、マジュドに帰島。艦長が、トーマス・ビー・オーグリー・ジュニア少佐、アナポリス1934年組に変わった。5月14日、グロウラーは9回目ので、 バングシーホースとウルフバックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。6月19日のマリアナ沖海戦前後は、スリガオ海峡近海で日本艦隊の出入りを監視した。海戦後は台湾近海に移動し、紹介を続ける。6月29日未明、グローラーはのルソン島北岸沖で、レーダーにより4の護衛艦を配する輸送船団を探知し、全速力で船団に接近して、 水上攻撃により、魚雷を6本発射し、魚雷は特設運送船カトリマル、日の出機船、1920トンに3本が命中して、これを撃沈し、他に1本が、千鳥型水雷艇に命中したと判断された。7月17日、グロウラーは64日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。8月11日、グロウラーは10回目の紹介で、 パンパニト、シーライオンとウルフパックベン、エスバスターズ、ベンの退治人たちを構成し、南シナ海に向かった。8月31日、パンパニトがミ15戦団を探知し、クイーンフィッシュバーブタニーのウルフパックエド、エスラデケイターズ、エドのインク消しとともに、ミ15戦団に接近していく。グロウラーは、シーライオンの攻撃によって発生られたと思われる、火柱を見、 浮上攻撃に決して目標を探し求めることとなった。明け方、フロムラーワの地点で、未15戦弾を発見し、1万トン級タンカーと7500トン級輸送船に対して、魚雷を3本ずつ発射し、タンカーに3本、輸送船に2本命中させて、両目標とも撃沈したと判断される。やがて駆逐艦が接近して、砲撃を仕掛けてきたので、この目標に対しては、 完備発射管より魚雷を4本発射し、1本が命中したのか目標は黒煙を発して沈没していった。この日の攻撃で魚雷が残り5本となったシーライオンは補給のためウルフパックを一時離脱し、グロウラーはパンパニトと,と共にルソン海峡での紹介を続ける。9月11日にシーライオンと再び一緒となり、8マイルの間隔を開いて新たな 目標探しに勤しんだ。9月12日未明、グローラーのレーダーは29,700ヤード、約27キロの距離に目標を探知し、戦闘配置が例される。この目標はこの戦団はシンガポールから文字に、向かっていた、非72戦団であり、前日の航空機からの報告では、9月11日16時30分、現在の1話で、9ノットで航行し、 震度20度と報告されていたものであった。グロウラーは、船団のほぼ正面に位置し、1時55分、グロウラーはの地点で正面の駆逐艦に対して、魚雷を3本発射し、うち1本が、船団機関の解剖艦平戸に命中。平戸は先行を発し、水中が消えると同時にその姿を消した。グロウラーは次の目標に2隻の7500トン級輸送船を選び、 巨雷を4本発射してそのうちの1本目から3本目が命中したと判断される。護衛艦からの反撃に備えて4インチ砲と40メリ機関砲を護衛艦の方向に向けつつ17ノットで走り回り、その後、シーライオンとパンパニトが戦団を攻撃する番となったため、グロウラーは戦線を一時離脱の後、戦闘配置を一時解いて一息入れた。明け方になって、 再び攻撃体制に移り、先行の後、目標対戦相当中の駆逐艦式並みに定める。6時55分、グロウラーは式並みに対して、魚雷を6本発射し、うち2本が立て続けに命中して、式並みは4分で沈没していった。魚雷が残り1本だけになった、グロウラーの攻撃はここで終わって、戦場を離脱し、シーライオン及び、 パンパニトとの最後の更新を9月13日夜まで行い、9月14日にフリーマントルに進路を向けた。9月26日、グロウラーは45日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。10月20日、グロウラーは11回目の紹介で、ヘイク、ハードヘッドとウルフパックを構成する損盗金会に向かった。11月7日、 グロウラーはにわかにの調子がおかしくなったため、故障内容を司令部に打電し、司令部から起還中のブリームと会合して、部品を交換せよとの命令を受けた。ブリームの方も11月8日の夜に命令を受信した。ブリームは11月10日から11日にかけて、グロウラーとの会合を予定して待機していたが、グロウラーはついに姿を見せなかった。 ハードヘッドは11月7日夜、グロウラーから SJ レーダーの調子は非常に不安定との報告を受け、約20分後にはハードヘッドに対して時間の位置をハードヘッドの東側、震度332度13ノットと報告した。その直後に一瞬でもグロウラーの SJ レーダーの調子が安定したのか、11月8日1時33分に至り、ハードヘッドは グロウラーから目標を探知したとの報告が、ハードヘッド自身のレーダーも一隻の大型船と二隻の小型船を探知した。この目標は、ボルネオ島ブルネイから重油7000トンを搭載して、マニラに向かっていた、特設運送船、旧油1万必殺丸、日東機船、5226トンと、護衛の解剖艦船ぶり、第19号解剖艦、駆逐艦しぐれであった。 グロウラーは直ちにハードヘッドとヘイクに迎撃できる位置を占めるよう指示を出し、ウルフパックは浮上状態のまま全速で目標に接近した。2時12分、ハードヘッドはさらにグロウラーから目標の全900メートル置いて1隻、後ろ約1300メートルに2隻の目標がいるとの報告を受け、続いて2時19分に目標のコースは震度350度14ノット、 攻撃位置を取りに行け、2時32分には、目標のコースは、震度315度、ハードヘッドは、右側から攻撃せよとの指令を受け取ったが、この一連の攻撃命令が、グロウラーが健在だった最後の証となった。ハードヘッドはレーダーで先弾とグロウラーを確認したが、2時53分に、グロウラーのいる位置と応募式あたりから、おそらく雷撃のような音や遺体が知れない。 爆発音を聴取。また、船団がコース変えたことを探知した。2時57分から59分にかけても、爆発音を3度聴取したが、これ以降は、クロウラーとは、音信不通となった。ハードヘッドは浮上と先行を繰り返しながら、船団を攻撃できる絶好の位置につき、3時59分に1万。 坂江丸に魚雷四本を命中させて撃沈するも、直後の4時2分から5時間近く制圧を受け、ヘイクもハードヘッド同様に16時間制圧されて、浮上できなかった。14時55分にハードヘッドは浮上し、夜には同じく浮上したヘイクと交信した。続いて、グロウラーのいたと思われる付近を捜索したが、何も見つけることはできなかった。グロウラーの捜索は3日にわたって行われたが、 トローに終わった。7度の紹介を成功させた歴戦の潜水艦は原因不明で沈没したと記録された。戦乱攻撃の際に聴取された爆発音は兵庫でも聴取されており、正体不明と報告した。しかし、その一方で兵庫は16時間にわたる機体行動中に近くのグローラーのいるあたりから150もの爆雷の爆発音も聴取したとも報告している。 日本側の記録では、マニラ入港前夜、来撃を受け万久島ル沈没。対戦相当を行うも、戦火不明。即日反転、ミリに開港、第19号解剖艦、マニラ入港前夜、マニラ湾入り口にて、敵潜水艦の来撃を受け、万久島ル沈没。対戦相当後即日反転ミリに、開港、全ぶりと記録している。 ハードヘッドによる一万栄丸撃沈地点画のカラミアン諸島ブスアンガ島沖と記録されており、そこからそう遠くはない地点で、グロウラーは撃沈されたものと考えられる。グロウラーは第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。また、前述のカンガルーエクスプレスの他に駆逐艦に対する戦果が目立ったことから、ディストロイヤーバスター。 駆逐艦退治人という異名も授けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。